以前言ったことの焼き直しになりますね。YouTube 見てて、商品レビューばっかりつまらない。いろいろなところで聞きますね。まあ、これ、結論を言いますと、つまらないと言ってる人が、商品レビューばっか見てるんですよね。今の YouTube の仕組みにも少し難がありますね。商品レビューの動画見る。そうすると、勧められる動画、商品レビューばっかりになりますね。ある映画の動画を見る。そうすると、その映画ばっかりになりますね。ある特定の音楽のジャンル、その人だけになる。そのジャンルだけになる。特定のミュージシャンを見る。そればっかりになりますね。だから商品レビュー、つまらないと思ってる人、どうしたら YouTube で商品レビューが出なくなくなるか。徹底的に商品レビューの動画を無視することですね。まあそれでも見てしまうことあります。そうしたら、また徹底的に無視ですね。実際 YouTube、商品レビューばっかなわけないです。いろいろなジャンルの動画が上がってます。あ、世の中、全く商品レビューなんか見てない人いるんじゃないですかね。かすりもしてない人、音楽ばっか聴いてる人だったら音楽ばっかだと思いますよ。ギターの演奏方法ばっかり見てる人、ギターの動画ばっかなのかなと思います。車の動画見てる人、車の動画、ゴルフの動画、まあいろいろな動画、いろいろなジャンルがあります。その中で特定のものに固定されてるはずですね。だから商品レビューに限らずに、皆さん YouTube 飽きてるかもしれないですね。なんか同じような動画しか出てこない。でもこれって実際の世界と同じなんですよね。自分が好きなことやってればそればっかりになるのは当たり前ですよ。自分がいつも特定の場所に行って特定のものを買って特定のもので楽しんでる、そのサイクルを繰り返すだけですからね。だから YouTube 自然なものを作ったのかなと思いますね。自分が今見てるもの、誰かがそればっか見てるということは、それに今興味があるんだな、じゃあそればっかを出してあげよう。自然ですよ。自然なんですよね。だからこれを断ち切るのは YouTube のシステム側が行うんじゃなくて、見てる側が行っていく必要がありますね。新しいものを自ら歩いて探す、検索して探す。そうしないと新鮮な刺激は入ってこないですね。人、同じことばっかりやってれば確率に淀みますね。その責任は周りのシステムにあるんじゃなくて、見る側、私たちにあります。何かマンネリ化を感じたら、自分の力で新しいものを探してみましょう。